はい、牛久の情報をインターネットで手探りに発信、チャンミュー TV 司会の牛久大好きチャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして本日は火曜日ということで、ミカチューズデイ小杉ミカです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、平日毎日1時間の生放送をお届けしているチャンミュー TV、 本日もエスカードプラザ特設スタジオから皆様にウキウキハッピーな情報をお届けするべく、毎週火曜日を私、はい、チャンミューとミカチューズ一緒に、はい、なんかチューズでですかね。チューズでいい、はい、春っぽいですね今日ね。でしょ、うん、3人目より言われたの。あら、そのストールの威力半端ないですね。ねえ、ここは初めて使いました。ありがとうございます。恥ずかしさをね、もうね、女子っぽく、女子っぽくね、はい。笑っちゃいます。笑っちゃいます。まあそんなこんなで本日ですね、はい、もう第679回目のチャンミュー TV となりました。しかも3月31日年度末ね。何もしてない書類とか焦ってる人がたくさんいると思いますよ。いや多分今日会社から帰れない人いっぱいいると思いますよ。働く皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。君たちはそんなことない、ね、年度末あんま関係ない。あんま関係ないね。もうすぐ誕生日のなぐらいですね。あーもうね、25歳マジック終わっちゃうね。マジックなんですか。マジック買ってたんですか。いやもう四半世紀行った後はもう、あ、そうか、もう下る一方ですか、うん、それも自覚してるからこそちょっとなんかすごいなんか、うん、まあね、はい、まあ、そんなことで始まりましたけど、今日はねなんとゲストさんいません。はい、残念。うん、でも先週もねいらっしゃらない中、あの結構時間逆に足んなかったからね。いや先週は、うん、あの私たちの神戸視察の、あ、そうかそうか、 VTR があったので、なんとか持ちこたえてくれたんですけどね。今日はどうなるか、今日はどうや、今日はどうなるか。はい、まあね、はい、3月も今日で終わり、はい、桜がね、今日行きました花見、はい、目黒川、うん、メカ目黒行って今1位だよね。ね、そう、すごい船乗った。あ、もう、え、目黒川、目黒川、ね、船今出てんのよ。嘘、本当、隅田川じゃなくて目黒川。知らない。でも超混んでる。でもすごい人ですね。だからやっぱり茨城県でね、うん、花見をするのが一番いいんじゃないのかなと。どんなとこも綺麗なとこいっぱいあるから、ね、ありますよね。牛久シャトーもね、今日通ったらすごい綺麗だった。そう、なんかいい感じになんか3、4部とか行ってるけども結構な勢いだった、ね、全然満開と思います今日でも。うん、桜川は、桜川も山桜ですから、まだもう糸桜とかはもう咲いてますよ。時期が全然ずれてるので、種類が分かんない。もう自生種なのでぜひ桜川の桜、山桜見に来てください。待ってます。じゃあ早速始めていきたいと思いますけれども、はい、一つ目のコーナーよろしいですかね。はい、一つ目のコーナーはこちらのコーナーです。ドン。はい、何でしょう。上履き。そう、上履き、これ子供の静かと思った。そう、キャラ弁の次はデコ上履きのブームが到来かということで、チャンミューまとめニュースでございます、うん。キャラ弁っていうのはね、様々なキャラクターを、まあ、模した、うん、ね、あの絵がいっぱい描いてある、うん、まあ、デコレーションのお弁当でございますけれども、うん、もうすごいいっぱい数もあるし、うん、種類もいっぱいあって、はい、もう華やかさが話題になっておりましたよね、うん、みんなすごいよね、ママさんたち、ね、なんかクオリティようやるなっていう感じがしますけども、うん、私だったら絶対やらないと思うんですけど。昨日の弁当ですか。うん、だけでいいね。それかもうコンビニ弁当でしょうね。いや、ダメダメダメ、買ってください、購買とかダメダメって感じなんですけども、うん、まあ、次のブームになるかもしれないのがこのデコ上履き。これって、うん、今までってなかったんですか。知らん。え、自分の時って、うん、なんかデコっていうほどまでいかないのかもしれないけど、落書きっていうか、したの。え、私みんなしてません、あれって。してません。あー、これ多分ジェネレーションギャップよ。だってあんなに真っ白い上履きに落書きしないなんてもったいない。みんなある程度なんかそんなにイラストブームじゃないけど、名前を結構カラーペンでこう可愛く書いたりとか。ない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 。え、あるえ、なんて書くの。ミカチュウみたいな。ミカチュウは昔あどんじゃなかったけど。ミカとか書くの。うん、なんか英語で書いたりとか。しない。多分それジェネレーションギャップか、それからあの地方の地方って田舎扱いしたかな、わかんないですけど、私の頃はなかったです。でも逆に今なんだと思いますけど、なんかそういうなんかデコレーションにしても、うん、みんな女の子とかシール貼ったりとか好きだから、ちっちゃい子なんか。でもなんかこの間見たのは、うん、学生さんで上履きナイキとか自分で字書いちゃうのはなんかテレビで見たことある。これナイキの上履きだぜってみたいな。あー、それち
白い。ダサくない？わかんないけど、もう絶対違うって分かってるから面白いじゃないですか。そうなのかな。だったら書かない方がいいと思う、うん、でね、ちょっと続きいきますけど、うん、こう無地のね上履きがこうデコるのには、うん、まあいいそうなんですよ、うん、でほぼ全体にこうやってデコっているということなんですけれども、でも学校によってはダメなとこもありそうですけどね。でもこれ子供よ。なんか どうなんだこれ、ちっちゃいのかな。小さい子供用用ですよ。なんか先生に怒られそう、ね、これは教育的にいいのかなって私は思いますけどね。派手ですからね、はあ、でもこのなんかデコ上履きっていうので、うん、まあ、様々なデコレーションをやっていくのが流行りだし、で、まあ、ツイッターでもね、うん、こうあのまあ、スッキリで特集されました、ね、上履きは無地がおすすめ、無地にこうやって書くとなんとかっていうのが。これ逆にあれなのかな、ママさんが子供のために書いてあげてるのかな、子供たちが自分で書いてるのかな。いや、ママさんでしょこれ。だってデコ弁、キャラ弁とかもそうでしょ。そうか、その次にだから、こうデコ履き材料はどこかで買えますか。それお母さんのセンスが問われる、ね、問われるよね。でも絶対やりたくない、うん、なんか友達とかもなんか、なんていうの、学校で、うん、字が、給食袋の字とかが、うん、友達の字がすごい可愛かったりすると、うん、あ、なんか代々家のお母さんの字可愛いねっていうのが羨ましかった。なるよね。うちのお母さん達筆だったから。あ、綺麗ですね。うちの母もどっちかっていうと、そっちでもう真面目だ。そう、なんか、そういうのが可愛らしいのがね。のはなんかいいなって思ってます。ねえ、多分自分はこんな字汚いですから、子供には残念ながらあのプリントでしょうね。プリント。でもやっぱお母さんとかも、私も友達で子供いる子なんかはもうキャラ弁、明日お弁当だから頑張んなきゃみたいな。でもそれは子供たちもみんなお母さんが頑張ってるから、自分のとこだけ開けて、なんか結構ね、いやでもみんながそうだから私もっていう考え方がムカつく。でもそうなっちゃいますよ、だいだいちゃんのお弁当かわいい。いやもうあれですよ、オンリーワンですよ。そうですね、そうです、うん、ということなんで、あのこういうのが流行ってるそうですけどもね、私はちょっとあまり、いや私たちが子供がねこういう世代になる頃にはそういうブームをなくなってる、過ぎ去ってるといいね。一周して何もない時代に戻ってるかな。あのでも上履きは上履きなんでね、うん、まあね、必要のね用途としてはね、落書きするものではないからね。はい、と真面目な意見ですよね。なんかお弁当もね、もう見た目よりも味ですからね。そう、そう、栄養をね、バランスを、間違った方向に行ってんじゃないのかな日本はと思いますけどね。はい、ということで以上ですね、チャンミオまとめニュースでございました。はい、じゃあ続いて、はい、続いてのコーナーに参りたいと思いますけども、はい、続いてのコーナー、牛のニュースに行く前に一旦提供さんのご紹介です。はい、チャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様の提供でお届けいたします。牛乳だよ。はいはい、続いてのコーナー、牛乳でございます。今日ね、なんか今日シンプルだね。シンプルになってしまったのはちょっとあの諸事情があって、あ、諸事情があって、はい、今日ね3月31日火曜日の気になる牛久のニュースをご紹介していきたいんですけれども、はい、まず一つ目ですね、こちら常陽新聞さんからの、はい、ご紹介、嘘、常陽リビングさん、はい、リビングさんでしたね、障害者ケアセンターはが4月の1日にオープンという記事でございます。はい、和じゃなかった、リンでした。リン、ごめんなさい、リン、はい、和と書いてリンです。あ、なるほど、障害者ケアセンターリンが4月1日の水曜日、牛久市の久野にオープンしますということで、奥野地区でございます、はい、私が住んでいる奥野地区にオープンします、はい、ちなみにですね、どんな建物かといいますと、こちらですね、うん、こちらがリンです。こちらのですね、リンっていうね障害者ケアセンターは、障害者の日常生活や社会生活を統合的に総合的に支援し、福祉の向上を図る、多目的の、多機能多目的だって、うん、いつもは噛まないんですけどね、今日はちょっとね、いや、いつもは噛んでるけどね。今日は特別噛みますね。多機能型、障害者支援施設です。入所や短期入所のほか、常時介護を必要とする人の日中の食事や、入浴などの介護、そして創作的活動、生産活動、障害者サービスなどを、まあ、事業者と連携して、利用計画の作成を行う相談支援事業も展開するということで、すごく充実した施設がこちらのリンさんなんですけれども、個室が35部屋、そのうち、5つの部屋が短期、入所用、うん、で、まあ、これ見ても分かる通り、木を基調した、建物は
温かみがありますよね、うん、でくつろぎ空間だったり食堂を、使う広々としたデイルームだったり多目的ルームを備えていて、うん、まあ、いろんな行事があったりとかするらしいです。なので ね、利用者も快適に過ごせるよう配慮している、はい、ということですよ。で、ね、コメントが届いております、はい、利用者お一人お一人の特性に配慮した、スポーツだって、なんでスポーツだって、なんでサービスですよ大丈夫、カタカナ読めない、なんか4文字だったからね、いや4文字だからって関係ないですよ、今日ダメですね、伸ばすところの違いますからね、しました、サービスを提供し、はい、安全に楽しく、過ごせるようスタッフ全員が心を込めて支援いたしますとセンター長がお話しされていました。お問い合わせにつきましては、029-875-5226 のリンまでよろしくお願いいたしますということでございました、まあ、こういった施設がね、奥の地区にできるのは私初めて知りましたけど、おいいですね、でもこれ皆さんご利用してね、いただきたいなと思います。コメントは届いてますか、はい、ております。セプテさん、はい、おかえりなさい、こんばんは、うんうん、上履きに落書きはしなかった自分、うん、私もしなかったし、うん、たかちゃんおかえりなさい、はい、おかえりなさい、ちゃみみかちお疲れ、今日は会社で焼肉やな、食べてるのかな、焼肉いいですね、いいですね、今日残業じゃないんですね、パンが食べたい、美味しいね、はい、以上ですか、以上です、はい、皆さんコメントお待ちしておりますので、コメントねよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いての、ニュースに行きましょう、続いてはですね、牛久市のホームページからのご紹介となりますね、はい、平成27年の4月より、ゴミの集積所で乾電池の回収を始めますということで、まあ、今回、ね、2度目のご紹介となりますが、牛久市では平成27年の4月から、ゴミ集積所で、使用済み乾電池の回収を開始するということです、うん、まあ、従来通り公共施設の乾電池の回収ボックスでも引き続き、その、ね、ボックスありますので、うん、そちらの方にも分別、ね、していただきたいなと思います、うん、よろしくお願いしますということでした。で、使用済み乾電池の回収日につきましてご紹介しますと、月に1回回収します、うん、収集します、うん、で、牛久市は、ね、A 地区と B 地区に分かれて回収してますので、こちらご覧ください、うん、はい、A 地区は、毎月第3土曜日です、うん、で B 地区につきましては、毎月第3水曜日となっております、うん、なのでね、私の住む大阪団地は B 地区でございますね、うん、はい、でまあ、牛久駅のこの辺はあの A 地区ということなのでね、うん、毎月第3土曜日が A 地区、B 地区は毎月第3水曜日なのでお間違いなくということでございます。牛久市はゴミの分別は結構細かめなんですか。細かくない、うんうん、細かいっていうとどういうこと、なんていうんですかね、燃えるゴミの中と、もでもあの例えば雑紙って言って、うん、あの紙ね、例えば、うん、名刺サイズよりも、うん、あの大きい紙だから、うん、お菓子の箱とか、うん、あとなんだろうな、まあ、紙って言ったら、うん、まあ、新聞みたいなのも燃えいろんな紙があるんですけど、うん、あれは雑紙としてリサイクルになるんですね、うん、だから分けて、そう燃えるゴミじゃなく、そう燃えるゴミじゃなくて分ける、いややってる人はそんなにいないですよ、あ、まあ難しいですよね、うん、あんまりまだ浸透してないですけど、うん、そうやってあの雑紙として出すとリサイクルになりますし、うん、やっぱりゴミね、うん、あの分けてやった方が、うん、環境に優しい、うん、なんかあの前住んでるところは本当にビニールの袋あるじゃないですか、うん、あのパッケージ、うん、あれも燃えるゴミだったんですよ、紙もそうだし、うん、それもそうだし、うん、でも今住んでるところはそれが分かれちゃう、ペットボトルも一緒だったりとか、ペットボトルはペットボトルなんですけど、うん、その燃える燃えないの、うん、境目がすごい、うんうん、あの前のところは楽だったんですよ、うんうん、楽って言ったら私たちが楽なだけなんですけど、うんうん、それが細かくなったから今すごい大変で、うんうん、そうどうなのかなと思って、でもね、うん、私ね、あの結構、うん、あ、なんか来たよこの話の途中で、途中でちょっとさ空気読んで、君本当に空気読んだ方がいいと思うんだけどね、はい、ちょっと戻しますしょうがないけどね、はい、じゃあ出してあげましょうか、はい、戻っ届きましたよ、はい、じゃあね、まあ、19時にこの DVD が届いたということは、はい、映像が、はい、あるということですね、じゃあ早速見てみましょう、 VTR、はい、どうぞ。皆さんは旧約聖書の創世記に書かれているナオの箱舟を知っていますか。3年1組の自由曲一つの朝はこの話をもとに作られました。歌詞一つ一つに力強い思いが込められており、特に
生きる喜びをの歌詞がこの歌の最大の盛り上がりどころになっています。一組一人一人の個性あふれる歌声とともにこの曲を歌いたいと思います。今まで練習してきた中で一番大変だったことを教えてください。歌うときに、みんなが協力しなかったり音程が合わなかったことがあったんですけど、その練習をしていく中でみんなが協力し合って、より良い歌になってきました。なんで協力するようになったんだと思いますか？やっぱり中学校最後の起床祭という音楽祭なので、みんなが、やる気を出して優秀賞に向かってみんな協力してくれたのと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ逆に良かったことを教えてください。良かったことは、もし、誰かが、ふざけていたりしていたら、リーダーとか、そういう人たちがそう静かにして、で練習を始めることです。じゃあ3年1組さんの今日の目標というか抱負をカメラに向かってお願いします。3年1組は、毎日一人一人が努力をしていきました。でそれを本番に、全力で発揮し最優秀賞を目指して頑張りたいと思います。はい、じゃあ最優秀賞目指して頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私たち3年2組は学級目標と同じ虹という曲を歌います。虹は一つ一つの色は違うけど全部集まった時にまとまって綺麗に見えます。今日の合唱でも一人一人の力を合わせ全員で素晴らしいハーモニーを皆さんに届けたいと思います。またこの曲には出会い別れなどの歌詞が出てきます。この歌詞にこれから訪れる友との別れ、そして私たちの新たな出会いへの気持ちを込めて歌いたいと思います。この曲には他のクラスにはない唯一のソロもあります。2人だけで歌うので緊張するとは思いますが頑張ってもらいたいと思います。今まで練習をやってきた中で一番大変だったことを教えてください。一番大変だったことは最初でみんな練習をやらなくていろいろと大変だったんですけど、みんな後から頑張ってきてくれてついてきてくれたので、それは良かったと思います。どうして練習をやらなかったのが練習についてきてくれるようになったのかな？それは真剣にやってる人もいたから、そう自分たちだけやってないっていうのはダメなのかなって思ったんだと思います。そういう気づきがあったわけですね。じゃあ逆に良かった点を教えてください。良かった点は、今こうしてみんなが頑張って練習をしてきてくれて本番で歌えることが良かったことだと思います。じゃあ今日の意気込みを最後にお願いします。3年間最後の行事として素敵な思い出に なるようにみんなで頑張りたいと思います。はい、じゃあ本当に今日は頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。私たちが歌う風になれば人との別れについて歌った曲です。私たち3年生もあと半年足らずで卒業となり、みんなそれぞれの道を歩んでいくことになります。私たちにとってこの起床祭はクラス全員で一つのことを作り上げる最後の行事なので、今日はみんなで練習の成果を出し切り精一杯歌います。そして歌詞に出てくる金木犀の香りを乗せて吹く風のように希望に向かって頑張っていきたいと思います。今まで練習やってきた中で一番大変だったことは何ですか？教えてください。はい、クラスのまとまりというものが他のクラスにあったものが3組にだけないとか、女子の声がまだ低いとか、そういう基本的なことが大変でした。それをどうやって乗り越えてきたんですか？実行委員とか、あと指揮者の人とかが頑張ってくれて、みんなをまとめてくれるために声を出してくれたりとかしてくれました。はい、ありがとうございます。じゃあ逆に良かったことを教えてください。良かったことは、その指揮者の人たちが言ってくれた後からすぐに治ったりとか、その後はもうクラス全員が指揮者の方を向いて精一杯声を出してくれたこととか、変わってくれたことです。はい、ありがとうございます。それを踏まえて今日の抱負をお願いします。クラスで一致団結し他のクラスとの差をつけて最優秀賞を取りたいと思います。
はい、頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この自由曲にはさらに、信じることは生きる源という歌詞があり、人としての意味も込められています。そんな歌を自分たちのものにして歌いたいと思います。すごい大変なこととか良かったことがあったかと思いますけれども、まずは大変なこと、大変だったことを教えてください。みんな一致団結して同じ目標に向かってくれない時がありました、うん、ああ、それをどうやって乗り越えましたか。どうやって、みんなで一人一人が やっていく、ちゃんといい詳細にしようという、なんていうんだろう、気持ちに一人一人がなってって、みんなに広まって一致団結しつつあります。なるほど。じゃあ良かった点を教えてください。毎日練習していく中で少しずつでもちゃんと上手くなっていったことです。はい、はい、じゃあ最後に今日の意気込みをカメラに向かってお願いします。3年間やってきた中で最後の行事なので、まあ、それぞれみんな思うことがあると思うので、その思いを歌に乗せてみんなで頑張りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。三中の3年生の気象祭なんでね、はい、もうだいぶ結構前ですよね、はい、2014年の話でございますけれども、はい、でも本当にね、うん、皆さん素晴らしい合唱でしたね。お疲れ様でした。ご協力ありがとうございました。答えてくれて、なんか課題を聞いて、うん、それに対してどうしてそれを乗り越えたの、ね、っていう質問をした時にきちんと答えられるんです、ね、すごいですよね。それはなんかやっぱりやってきたっていうのが、うん、そこで伝わってきたっていうか、でもなんか自分たちもそういう時代があったなっていうのを改めて感じたり、そうですね、いつもこう今日の祝福というかね、あの、まあ、小中学校からのお便りもそうなんですけど、はい、そういう風に感じさせていただける、うん、だから大人の皆さんとか、あの、うん、共感しません？こういう時期があったなと。そう、メガチュアでも合唱とか得意だった人だから、おお、あの指揮してた方だからね。あ、うん、でしょ、でも指示出してたでしょ女子ちょっと。でもどうなんだろう、なんかその時の自分ってどうだったんだろうって今見ながら思いましたけどね。いや私はだから、うん、あの歌があんまり上手じゃなかったから、うん、ミオはあんまり大きい声出さないでって言われてたんですか。そう、忘れもしないって、うん、そう、いや一生懸命大きい声で歌うからあ、みんな声出してって言われますからね。そう、うん、一生懸命大きい声で歌ってるのにもかかわらず大きい声で歌うなってっていう風に、歌ってるふりをしてみたいな、なんかあんまり声を出していけないって、なんかスマップの中居くんみたいな感じ。そうですよね、マイクオフみたいなねでした。はい、ということでね、牛久さんちさん本当にありがとうございました。遅くなってしまって申し訳ありませんでした。ということで、じゃあ牛乳に戻ってもよろしいですか。はい、はい、じゃあ戻りましょう。牛乳です。よいしょ、はい、ね、どこまで行ったのかというと、はい、あれかな、ゴミの回収のところまで、乾電池の回収まで行ったんですよね、うん、はい、じゃあその次行きましょう、はい、バス停の
乗り降りする場所が変更になりますよということで、これをね牛久市のホームページからのご紹介になります、はい、これ多分ねカッパ号だと思うんですけれども、はい、原稿がね見当たらなくない、はいはい、失礼しました4月の2日の木曜日、カッパ号ですね、はい、牛久運動公園のバス停の乗り降りする場所が変更になりますよということで、はい、ご紹介します。ねこちらはね4月の2日の木曜日、運動公園ルート中の牛久運動公園のバス停の乗り降りする場所が敷地内の工事のため終日駐車場の駐車場側の門の外に変更になりますので、ご利用される皆様お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたしますということでございました。これはね特に写真がなかったんですけれども、でもこれね4月の2日の木曜日が雨になった時は翌日に工事が順延されますっていうことでしたので、雨降ったらその日は駐車場は変わりません、でもその次の日になるのでご注意ください、で案内につきましてはホームページで掲載しますということでございました、お問い合わせにつきましては牛久市の、社会福祉課福祉業務室牛久市役所の、02987321111、社会福祉課さんまでよろしくお願いいたしますということでしたね。ねちょっとこのニュースじゃなかったんですけども、カッパ号の乗り降りする場所も、今まで東口の改修で、使えなかったのが、新しくなって変わりましたよというのがね、出てましたので、そちらも合わせて皆さんにはご確認していただきたいなと思います、コメントいきますね、はい。セプトさんがね、さっきカタカナ読めなかったので、今日のチャミは変だってますよ。今日はね、噛む？何かいつもと違う空気を感じますね。なるほどね。はい。カブキンドウさん、おかえりなさい。はい、おかえりなさい。チャミオ3日中お疲れ、上尾奈緒ですが。あ、お疲れ様です。で、私の方にね、業務連絡をメールで送ったのでチェックしてください。知識的なことかチェックします。はい。はい、確認してください。これを通して言うところがね。多分返信してなかったからですね。そう、私がね、確認し忘れてたね。すいません。はいはい、はい。で、アナゴエイジさん、おかえりなさい。はい、おかえりなさい。チャミオ3日中お疲れ、今日は年度末だから残業時間。残業です、ね、皆さんお疲れ様でございます。頑張るよって、お仕事しながらチャンネル TV を見ていただいてるとありがとうございますありがとうございます、はい、そして、大丈夫ですかね、はい、皆さんまだまだお仕事中でもコメントお待ちしております、息抜きに ね、うん、癒しになってるといいね、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、小中学校からのお便りです。先ほどね、牛久校ありましたけど、お便りもご紹介していきたいと思います、本日も牛久市の教育委員会さんにご協力いただきまして、小中学校のニュースをご紹介していきたいと思います、1つ目、こちらはね今日の記事ですね、牛久第一中学校桜の木の下でと、今日は離任式、自分にとって教員生活最後の日となりました、校長先生誰かな、情熱的で献身的な教職員と共に、最後の2年間を牛久一中で過ごせたことに感謝します、ありがとうございましたと、離任式ね、あ、これコウタさんのお父さんだ、はい、失礼しますなるほどね、牛久一中の確かに校長先生ですね、はい、ということで、牛久一中の先生方がずらずらずらと並んでらっしゃいますけれどもね、先生たちの中でも出会いと別れが ね、あるんですね、はい、じゃあそういうことでした。好きな先生が離任式でいなくなっちゃうとかもう号泣でしたよ。え、そう？あれないですか？あ、でも卒業しちゃってからだったらあれか、卒業してないうちはそっか、悲しかったのかな、う、ね、いなくなっちゃうのは、あんまりそういう記憶がないな。でもその頃の記憶って結構飛び飛びですよね。飛び飛び、うん、どうだったのかな、でも多分悲しかったのかな、はい、じゃあ続いていきましょうね。でも多分牛久一の皆さんは楽しんでるんじゃないかなと思いますけどね、続いて、はい、牛久二中です。これね、ちょっと戻りまして23日の記事です。最後の給食は和食と、ご飯、乳飲料、鶏肉の照り焼き、ひじき煮、豚汁、ございません、ちょっと一瞬ネットが切れてしまいました、はい、こうなるとね、1個がアップロードできなくなると、あら、すると再放送し直さなきゃいけないですね。あ、なるほどね、はい、はい、じゃあ行きましょうで、牛久さんは人参とネギと味噌と米、ね、これ味噌はきっと山一味噌ですよ ね、はい、で茨城県産というと鶏肉、あと豚肉、ごぼう、大根ということで、最後の給食は和食の中でも食べてもらいたいおかずにしたと、特にひじきは鉄分を多く含んでいるため貧血予防に大活躍、ひじきにはインゲンや大豆ではなく枝豆の方がいいという声もありましたが、
残り気味でした。残されちゃったんだ。豚汁はあるものの、うん、今日は水分をたくさん飲みたいので牛乳が良かったという声もありました。あったからかな。今日で1年間食べた給食は、うん195回。1年間みんな成長して給食の食べる量が増え、うん、苦手だった食材も食べることができるようになった人もいました、うん、新しい学年となってからの給食開始日は4月の6日になりますので楽しみにしていてくださいと。うん、面白いコメントですね。面白いね。あの違う方が良かったとか牛乳の方が良かったとか、ね、ひじきにはインゲや大豆でなく枝豆の方がいいという。すごいですね。大豆でいいじゃんね。うん、ダメなの。でも枝豆のイメージですけどね、大豆よりも。ひじき、うん、私違うな。これ牛乳の方が良かったっていうのはジョアだったからですか。ジョア美味しいのにね。美味しいのにね。甘くてあれなのかな。ちょっとあの最近の子はでも牛乳飲めなかったんですよ。なんでお腹壊すから。いや、牛乳が嫌いなんです。多分今も飲めない。なんかでも牛乳にちょこっとでもコーヒー入ってれば飲めるんですけど、牛乳そのものっていうのは飲めないんですよ。それただのわがままだね。飲めると思う。だって嫌いなんだもん。嫌いなものは他には。私めちゃくちゃいっぱいありますよ。じゃあいいや。もう長いから。そう、長いかなと思って。じゃあ一番嫌いなものだけ言って。プチプチしたもの、ざっくり言うとブドウとか。あ、それは好きなんですけど、プチプチもあの豆のあのあれ、うん、グリーンピースとか、うん、あとイクラとか、うん、小さくて丸いものが嫌なの。なんか目みたいなやつ、見られてる感じがしちゃうから。あの風の子とかこのつぶつぶが集まって筋子とかそういうのダメなんですよ。ああ、うん、なんとなく分かった。なんとなく。結局子供の問題です。そうだね、味とかじゃないからね。味じゃなくてもう見た目がダメなもの。ただのわがままだよね。わがままなのかな。食わず嫌いでしょ。いや、食わず嫌いじゃなくて、そのプチっていうのがもうだってフォルムの問題だったら食わず嫌いでしょ。あ、でも食べてもダメだと思いますよ。え、ないんですか、チャンミョンさん。私ね、何でも好きです。本当に。はい、本当に昔も嫌いなもんいっぱいあったけど、うん、だからいつの間にかなんか嫌いな意味もわからなくなってきて別に食べれんなと、ね、なんか避ける方がめんどくさい。ちょっとなんか味落ちたんじゃないですか。そんなことはないと思うんですけど、まあ、なんとも言えませんけどね、うん、はい、じゃあニュースに戻ります。はい、続いて、牛久さん中ですね。はい、これは28日昔話を語る会に出演しました。うん、出演ですよ。午後から中央図書館で昔話を語る会が行われ、1年生の、2人がですね、うん、参加しましたと。うん、1人はイソップ物語から町のネズミと田舎のネズミを、うん、もう1人は日本の民謡から、おむすびコロリンを紹介しました。うんうん、2人とも声色を変えて、強弱を表現し、うん、聞いている子どもたちを夢中にさせました。そう、だって聞いてる子たちも真剣に聞いてますから。うん、1人寝転がってたりとかしますけどね。はい、今ねコメントでね、アナゴヨイチさんから、うんうんうん、なぜか牛久沼の方で花火が上がってるって。今日なんかあったの。3月31日で年末だから在庫残しちゃいけないかなと思って花火屋さんが上げちゃえってってことですかね。そんなの、なんで上がってんだろう。いや、だからもう今年度お疲れ様という、まあ、粋な演出家。すみません、分かる方がいたら教えてください。ね、正しい情報をね、うん、伝えないといけないんです。そうですね、なんで上がってるか調べてください。すみません、ちょっと私には分かりません。じゃあ続いていきましょうかね。はい、続いて、こちらは下根中学校ですね。はい、30日の記事、下根絆プロジェクト、男子テニス部のボランティア活動ということで、先日女子テニス部が絆農園の整備を行いましたが、今日は男子テニス部が、植え付けを行いました。種芋を準備し、芋の芽が均等になるように切断し、切り口に灰をつけて、植え付けを行いました。うん、日程が調整できずやや遅めの植え付けですが、3ヶ月後には収穫を予定していますと。うん、この辺はね、うん、私たちは何もわからないね。そうですね、ちょっとわかんないね。うん、どうしようね。でもそういう風に野菜ができているっていうことよ。うん、学校でそういうのありました。あの芋掘りとか。芋掘りはやった。うんうんうん、苗をお芋のさつまいもの苗を植えて、うんうんうん、さつまいもに、うん、なったなったそれをみんなでふかして食べたっていう記憶がありますけど、うん、ちょっとこのあたりはね。そうですね、ちょっと難しいですね。うん、分かる。いや、結構いっぱいね、あの農家さん出演されてますから、うん、そうですね、そういう方に質問して聞いてね教えてください。はい、多分あの
歌舞伎堂さんあたりは答えてくれるんじゃないかな。そうですね、すいません、いつも不確かはい、じゃあ続いていきましょうね、はい、最後牛久南中学校です、はい、新年度に向けてということで27日の記事です、うん、新年度に向けて廃棄物を処理したり教室を整備したりする作業を行いました、うん、新年度を迎える準備が着々と進んでいますというね、うん、そんな記事でございました、うん、でももう学校が、うん、今日はね離任式で、そうですね、先生方がお世話になって先生方がいなくなって、うん、新しく来る先生方の分かって、うんうん、どうなることやら、そうですね、でクラスがこれから分かるのもまた楽しいですよね。ワクワクですよね。もうすごい、それが一番ドキドキする、ね、でもね、うん、1クラスしかないんですよ、もう私の育った学校は。あ、そうなんですか。僕の小学校はもともとは何クラスだったの。私の時は2クラス、その上は、うん、多分3クラスあって、うん、1クラスだとクラス替えもないんだね。あ、そっかそっかそっか。それちょっと楽しみ1個減っちゃったね。うん、まあ残念、でもそれはそれで楽しい経験を僕の子はしてますから大丈夫です、はい、ということで以上牛久のニュースお伝えしました。はい、続いては皆さん来た、おかえりなさい。はい、おかえりなさい。来た、ね、はい、明日4月1日の牛久の天気予報、ゆうたろうがお送りします。はい、はい、明日お昼まで曇り、うん、曇り曇り、うん、お昼から夜まで弱い雨、弱い雨降っちゃうんだ、ちょっと降っちゃう、うん、どれくらい降るの、どれくらい降るの、パラ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 かな、すまんないね、うん、ダメだね、今の、はい、何、うん、そんで、そんで、ちなみに、うん、最低気温、うん、はい、8度、最高気温が17度、うん、17度、暖かいね、暖かいね、暖かくて雨だからちょっとジメジメ、あら、そうだね、ジメジメするかもしれない、それ桜散らなきゃいいけどね、桜は大丈夫なんですか、弱い雨だから大丈夫かな、うん、大丈夫じゃない軽い軽い、え、週末って大丈夫なんですか、天気は。もう今本当に桜が心配で、私はもう、うん、散っちゃうから、うん、週末の天気ちょっと待ってね、あ、ちゃんと調べてくれる、あのね、Google でググってよ、今多分 Yahoo ですね、 Yahoo か、はい、あのうちはもう Yahoo、 Yahoo 推しで、 Yahoo で天気予報は、キュータロー Yahoo 使うの、なんかパソコンで、この間 Windows のパソコンしてた、あ、そっか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 、 Windows で調べてるの、ね、ゆずみ終わった後、エスカートのパソコン使っちゃってるわかんない、わかんない、あの時計台から出れないっつってるのに、鍵閉めてやろうか、え、僕後ろにいるじゃん、あ、これね、これね、そこで喋ってちょこちょこ動いちゃう、うん、分かった、で、今週の雨は大丈夫、桜はちょっと待って、まだなの、まだ、もういいやん、もういらない、やんない、はい、その情報やんない、みんな、皆さんがね、ググった方が早いよ、はい、じゃあ皆さん、役で見てください、ここまで溜めて丸投げしたよ、じゃあ、コメント、皆さん、うん、明日もウキウキハッピーに過ごしてください。キュー、軽いね。実になく軽いね。これは良かったんですかね。どうしようね。ちょっと今日のキュー太郎は。あれじゃないですか。もうキュー太郎年度末だから、そろそろクビじゃないですかね。そうしますか。うん。明日からリニューアルしてね。4月に新年度ですからね。劇団だったばっかなのに。クビになるの超早い。まあでも、あの皆さんからのコメントも。はい。待ってます、お願いします、はい、じゃあですね、続いて、はい、参りましょう、牛久市の観光協会情報に参りましょうね、はい、一つ目はこちらです、じゃん、うん、はい、おなばけ神社の初馬が開かれましたと、初馬、そうそうそう、毎年旧暦2月の最初の、うん、馬の日には初馬というのが開かれています、うん、初馬というのは節分以降で一番最初の馬の日のことを指していて、うんうんうん、お稲荷様の誕生日というふうにも言われています、うん、だからね、さつま揚げを買って、うん、おなばけ神社の、うん、狐のところに奥の院に備えたりとかしてるんですけどね、はい、で今年も参道の両側に農具だったり工具、うん、植木などの、まあ、出店が出るほか、たこ焼きや焼きそばなどの食品のお店も出店されていましたということで、お写真がね、はい、ありましたので、こんな感じですね、にぎやかですね、そう、にぎやかにおなばけ神社なっておりました、うん、まあ、こんな感じでございましたよということでね、はい、ちょっと来年は行ってみたいなと思っております、うん、はい、じゃあ続いて参りましょう、続いて2つ目です、はい、
2つ目はこちら、じゃん、4月の25日の土曜日夜9時から放送決定と。何がということで、まあ、繰り返しご紹介してますけれども、うん、テレビ東京で20年以上にわたり放送されている人気番組、はい、出没アドマチック天国がなんと牛久市のベスト20を発表するということで、まあ、こちらの番組ですね、アドマチ、はい、はい、まあ、今月の、まあ、3月の初めから、うん、本当毎日のように取材をされていて、ね、まあ、ようやくあの撮影が編集あたり終わって、うん、はい、これから編集だったりとかスタジオ収録なんていうのが行われるそうですが、うん、はい、まあ、スタジオのゲストさんが一体誰になるのかとかね、これって牛久にゆかりのある方が毎回出るんでしたっけ、そういう特集される地区の関係あることでしたっけ、でも茨城県とかに関係ある方だったりとか、いますよね、なんかエピソードもあるとかね、はい、うん、思いますけども、本当に誰が出るのか今が楽しみですけどもね、うん、皆さんもぜひチェックしていただきたいなと思います、はい、まあ、その他にもね、はい、いろいろとあるんですよ。何ですか？あのね、その翌週、うん、4月の30日、うん、もしくは5月の7日には、うん、日テレのカミングアウトバラエティ秘密のケミンショーにも牛久大仏が出るらしい、うん、とかね、あとね、うん、NHK の朝の情報番組、うん、朝一、あら、月曜日から金曜日まで8時15分から9時15分までやってますよね。朝一は結構あれじゃないですか、トールさんがよく出演されてますよね、はい、出演されてます、うん、がなんと、うん、牛久市から生中継、生中継なんですね、これね明日です、4月1日、あら、水曜日、あの朝一の中のピカピカ日本のコーナーで、うん、まあ、牛久市内の芝畑が生中継されると、うん、まあ、芝ってね、うん、あの日本で一番茨城県が生産しているということで、うん、あの9時20分ぐらいから流れるということで、お楽しみですね、まだあります、お、何でしょう、あとね、うん、イバラナイトにも、あら、牛久が、あら、 NHK さん、あら、夕方っていうか夜、はい、出るということで、牛久の自然観察の森が、お、言って大丈夫でしたよね、はい、確認しちゃった、出るので、お、あの皆さんぜひちょっと牛久すごいですね、フューチャーされてますね、フューチャーされてます、なんか最終最初、そあら、今44市町村、茨城県のね、あ、44市町村を一個一個紹介していった回の鳥を、うんうん、牛久が飾ると、はい、すごいということで、非常にね楽しみです。4月1日 NHK さんあれですね、牛久推しですね、牛久推しですね、いや、エイプリフールとかもしかしたら全部ないかもしれないですよ、いや、それ NHK さんに限ってそれはないでしょう、あれって言って、まさかね、まさか、まあでもね、人生には3つの坂があると言いますからね、そうですね、わかりません、まあでも皆さん、ね、明日も、うん、4月25も5月を7だから4月30も楽しみにしていただきたいなと思います、うん、ということでした、はい、じゃあ続いて、3つ目ですね、はい、じゃあ、まあ、キャンティークラシックを牛久で楽しもうということで、うん、牛久市の友好都市グレーベインキャンティー市の、名産ワインキャンティークラシック、こちらが牛久市内で買ったりとか飲めたりできるようになっております、はい、キャンティークラシックの上りが目印となっておりますので、上りを見かけたら皆さんぜひお店に入っていただきたいと思います、うん、でね、あの牛久市の観光協会さんの、加盟店で販売しているお店はこちらです、はい、池辺さん、天満屋酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさん、はい、こちらの4店舗で買えます、で、あのお店によってあの買える種類違いますので、あの、はい、お店に問い合わせをしてくださいということでした、うん、もう一個、キャンディークラシックが実際に飲めるお店でございます、うん、これね今2店舗ですね、はい、八七さん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、ジンさん、新月さん、うん、フェリースタッフさん、春菜屋さん、インクさん、山水閣さん、楽さん、カサレスさんということで、うん、はい、皆さんぜひキャンティークラシコ、はい、飲みに行っていただきたいなと、はい、ミカチュウはだって、うん、ワイン好きなんだもんね、好き、キャンティークラシコはまだ飲んでない、お、じゃあ飲みました、あ、まだ開けてないか、まだ開けてない、まだ開けてない、飲みたいですね、飲みたいですね、うん、すいません、まだ飲めてない、年度内に今日飲もうかな、おー、あ、そっか、年度末だから、そういいじゃないですか、でも確かにそういうのって、そういうなんか、なんか締めの時に飲みたいですよね、ね、なので、うん、皆さんもぜひ飲んでいただきたいと思います、はい、はい、ということで、はい、あ、もう一個あったでね、あのね、キャンティークラシコ の、うん、あの販売店さんもすでにチャンミュー TV で取材をしていて、うん、4店舗さんすでに、はい、YouTube に上がってますので、うん、
そっちはもうチェックしてくださいよ。コメント聞いております。鶴田さんがね、さっきのキューターのやつはね、シリに天気聞いてみればいいのに。シリに聞いた方が早いね、キューターよりもね。そうですね、じゃあこれからはもうなんかシリでいいや、もう毎回私たちでやります。そう、なんかアップルさんにちょっとお願いしてね、お願いして使わせていただいてね、スポンサーさんになってもらえればいい。そうですね。大中さん、おかえりなさい。はい、おかえりなさい。こんばんは、日曜日は雨降らないでって言ってますよ、で、あれ、チャミオさんが綺麗に映ってるような、綺麗なのかな。あ、それ目の錯覚じゃないですか。私大して綺麗じゃないです、すいません。で、かよさん、おかえりなさい。おかえりなさい。今出先からスマホで見てるよ。ありがとうございます。で、セプタさんがね、今日のちゃんみおの羽織物が綺麗。あ、また言われた。4人目ですね、すいません。春です。ありがとうございます。これによる綺麗じゃないですかのコメントがあれなんじゃないですか。もうそれやってるから綺麗に。じゃあもうこれしかしない。もうずっとこれまとってないと思う、これだけでいい。すごいね、もうこれの効果がもうすごいですね。偉大すぎて。ちょっとじゃあミカチュリも色違い買っとこうか。そうですね、私たちもう毎週なんか火曜日はいつもこう派手に、はい、で、サピタさんがね、でチャミはキャンティークラシック飲んだのかなって言ってました。まだです、ごめんなさい、ね、じゃあ今日年度末だから飲みましょう、で、かよさん、ね、龍ヶ崎の、なんだラックかな、あ、違うな、ハンニャイン、ハンニャインってことか、のしだれ桜、NHK 水戸の番組で取り上げられたのと、やっぱね、しだれ桜素敵ですか、今はいろんなとこ桜、いやでも本当にね、やっぱり桜はね、日本の心です、いいですよね。でも海外からもめちゃめちゃ今お花見来てるみたいですよ。なんかマナーの問題とかも結構あったりとかしてましたけど、でも短い期間でしか見えないのがまたいいですよね。そうなんですよね、だからこそ見たい。そうなんです、ってことでしょうね、はい、ちょっとなんか今いろいろ考えることがあったけどあえて言わないと。はい、ということで以上、串串観光協会情報でした。はい、じゃ続いてのコーナーに行く前に、はい、今日ゲストさんいないのですけどね、はい、提供じゃなくて CM のご紹介、どうぞ。考えました。はい。どれだったかな。なんだ。ドドン。どれだったかな。なんかねテロップ作ったんですよ。作ってましたね。え、どうよ。どれだろうね。この時間何。すいませんね。放送事故。この辺かな。あ、違うね。あ、とりあえず出しちゃったね結局。はい、ウケたハッピーな。最後のトークにしてみました。今日はね VTR もないんですよ。ミカチュウの神戸ツアーの。で、ちょっとね、もう夕方の時間といったらこれでしょ。いや、夕方じゃないでしょ、お昼の時間のやつですよね。だからミカチュウが好きな数字をね、今日ネタを70まで、うわ、よく集めましたね。用意しました。ほう。だから70のうち好きな数字を言って、そのお題でサイコロトークを、これね多分毎週だ鍛えられると思う、私たち。確かに。で、はい、じゃあ、はい、じゃあ18。なんで18？誕生日だから。あー、これね、じゃあ発表します。ミカチュウのウキウキハッピーなサイコロトーク。はい、旬とした話、だってこれ本家の方だって絶対台本あるし打ち合わせあるもん。いや、それは知らない、本家だ。うち本家じゃないから、パクリだから。言っちゃってるし。旬とした話、
キュンとした話、っていうか、まあ、誕生日の番号を選んだっていうのもそうなんですけど、ずっと10代から20歳前後の時って、とりあえず上に見られてたんですよ。28、9とかに見られてた。あ、年齢が10代でも10代でももう20歳超えてるようには見られてたし、もう21とかでも28でしょとか言われたりとかしてたぐらい上に見られてたんですよ。そこまではないでしょ。なんか言われてたんですよ。ケバかったの？ケバかった？老けてた？何？いや、疲れてた？なんかちょっとや、なんていうの、やつれてた。いやでもね、ミカちゃん人生悟った感があるから。でもそれ言われるんですけど、それすごい言われる。なんか冷めてるみたいな。冷めてんだよ。そういうのすごいやっぱ上に見られてたんですよ。でもそれはそれで私もなんか若い子が上に見られたかったから、全然いいんですよ、大人っぽく見られる分には。でも今、25半ばを超えるわけじゃないですか。そうだよ。ね、ってなった時に、なんか最近なぜか、もう20歳ぐらいに見られることがすごく多くて。いや、それはないよ。いや、知ってるからでしょ。初めての人とか。いや、ないよ。すごい言われるんですって。なんて言われるの？ないよ。いや、ジャンミオさんが言うから違う。だからそれで、昔はなんかそれがなんか、つけて見られてるのかなってちょっと思ってたのが、今逆に若く見られるとそっちの方が嫌だった。いやってなるから、そう、幼い子見られるのが嫌だから、それで結構言われ続けたからシュンってした。なんかうまくまとまりましたね。さすがで、なんか年相応ってなんかいつが嬉しいんだろうって思って。どうなんだろうね、だってチャミオさん妥当、なんか相当見られそう、若く見られます。私もちょっと前はね、ちょっと前までは若く見られたんだけど、今ね疲れてるみたいで。まあもちろん。もう見た目からしてなんか疲れ切ってるから。そう、だからそれがね、老けて見えるらしい。すごく見えます。30いくつとか言われる。そうなんですか。そう、いや同じぐらいかと思ったって言ったお姉さんが35くらいで、でも髪型をねやっぱ暗めにしたりとか、それで落ち着いたじゃないですか、見た目からして。そしたら余計にね、なんか上には見えそうこの、いや黒髪にしたら落ち着いて見えるけど若く見えると思ったけどね。いや多分、いやでもなんかもう疲れてんだよ。疲れてんだよ、まず顔からにじみ出てんだよ。見ないで見ないでですね。はい、というミカチのトークになんか年齢がね、コメント取られてんじゃないですか。70個って最高何個分だ。ちょっとそういうのわからない。8756、ハッパー64、ハッパー42。はい、じゃあ続いて、じゃあ9番。メガシュなんかさ、次もね、同じような話じゃないですかこれ。いやだって70個あるんだもん。それはなんか同じようなのもさあるよね。はい、じゃん。切ない話。いや切ないなって思ったこと、自分のことっていうよりも、最近久しぶりに、この前ちょっと話そうとして時間なくて話さなかったのが、漫画の話したじゃないですか。裏側でね、しました。漫画にハマってた。映画を久しぶりに映画館で見に行って、レイトショーで、今公開しているストーブエッジっていう漫画原作の映画がやってて、少女漫画を原作とした映画で、福士蒼汰君と有村架純ちゃんの話で、どっちもわかんない、話になんないんだけど。本当か。でその漫画のストーリーが、女の子の方がね、男の子の方が好きなんだけど、好きな人には彼女がいると。で、好きで、その映画 の、 サブタイトルが、好きな人に好きな人がいても好きっていう映画なんですよ。だからそれがキュンキュンするんだけど、切ない映画なんですよ。それを見て、やっぱりその、高校生とか若い子の少女漫画の原作の話だから、それでキュンキュンしなかったら私はもう終わったと。その世代やっぱりそれあるじゃないですか。多分高校生とか若い子たちが見てるはーってなるのが、その感覚なくなっちゃったら多分もう無理だなと思ったんですけど、でもあった。え、あのさ、切ないか分かんないんだけど、昔、いやもう多分自分が大学生、恋ドラっていう世代知ってる？知ってる、携帯小説のね。あれ見た？見た。あれどうだった？映画？うん。でも私原作がやっぱり見ちゃったから、映画版になるとちょっと違いますね。あ、全然キュンキュンしなくて。あれキュンキュンがメインなのかな？分かんない。あれ、なんか、ああいうのときめくんの？みんな。
難しいですね。分かんないな。三浦春馬くんかっこいいぐらいしかなかったもん。でもそこはキュンキュンなんですか。キュンキュンの別にキュンキュン、いや別に役は別に、いやなんか髪の色とかするのしない方がいいのにって思ってます。冷静冷静な時点でもうなんか冷めてる。だからね、多分自分あれ映画とかに共感できないので、うん、入り込めないんですよ。うん、でも客観的にこう作品をこう見てるから違うものが見えちゃう。いやだからみんなこう見るときその主人公になったつもりでとか言う人いるの、全然主人公になれない人もって。なんか私の場合はそのストーリーに自分と少しでもリンクできるような感情の部分があったら入り込む。だからさ、その映画のストーブエッジでも好きな人に好きな人がいることを想像したら結構切ないじゃないですか。やだね。そういう感覚で見るとその子の言う発言とか仕草が全部がハーってなる。なんか多分結構まともなこと言ってるような気がするけど、されちゃってる。結局結局だね。最近なんか大人の効果がなくなった。ない。いやでもこの間でも言っていい？いや話またそれてもいい？いいよ。でもね、私この間久々に漫画読んだの。何読んだの？ご近所物語ね。まあそこもちょっと古いから分かんないんだけど。古いよ。でもご近所物語久しぶりに見た、うん、超楽しくて。うん、はあ、自分幼馴染とかいなかったかなと思っちゃって。ああそういう話か。うん。あ、いました？いない。でも私もそれ憧れた、うん、いやなんか、うん、あんな近くに住んでる人と、うん、なんか結局うまくいっちゃう感じみたいな、うん、なんか何でも知ってるよ小さい頃からみたいなのが、うん、なんかいいじゃん。いいですよね、それ本当に。羨ましい。そういうのがいいと思った、うん、けどもう、もういないんだけど多分いないんだけど、もう今から作っても無理ですからね。そう、でもそういうので本当にちっちゃい子だから生まれた子だから一緒で結婚してっていう人いるんですかね。いやそんな漫画だからだ。冷めて冷めちゃうけどすごいこう、うん、いい時間だった。ご近所物語読んで、なんか自分にない感覚をキュンキュン。いやもうめっちゃキュンキュン。あーいいですね。でもその中でもやっぱりいろんなこうね人たちのストーリーがあるわけじゃん、うん、そうだからね、その人たちの、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、うん、なんか確かになんかリンクするところあるかも。そういうのがやっぱ漫画にしても映画にしても漫画の方がね分かる。映画だと置いてかれちゃうんだよ。あ、なるほど。流れに乗っていけなくて、で漫画だと戻れんじゃん。自分のペースで巻き戻しそれかも。あ、なるほど、ね、理解力が足りない。理解力そうかそうか。あ、でも本当に漫画そういう意味では自分にない人生を見れるからいいなってすごい思いますよ。その後ね、うん、パラキスも読んだんだけど、おあれもあれでさ、私もあれ好き。いやでもあれさあーって思うんだよね。いや私もあれ好きですよ。いやで誰の言葉とか誰の人生像に自分が乗っかるか、この人の考え方私も似てるなとか。何も似てないんだけどね。なんかもう、いやもう時間がそろそろこんな時間になっていた。もう何の話だよって。本当ですよね。ね、セプトさんがね、うんうん、私は映画に共感する派だからつい、うん、辛い時があるのもある。辛い時があるのだに共感しすぎて。あ、そういう意味か。もう映画見るともうがっつり共感しちゃうかな、うん、でもいい刺激になりますよ、そういうなんか。そう見るのはなんか久しぶりに漫画読んだもん。おいつも自己啓発の本しか読まないもんね。もうなんか考え方がビジネスマンっていうか、もうサラリーマンですよ。じゃあ多分疲れてるんだこれ。もう とにかくモチベーション上げるものですよ。だから女の子らしさとかじゃなくて、そうだね。雑誌なんてなんか美容師行っても読まないだよね。あっという間にお時間になってしまってますけど、はい、最後、はい、スポンサーさんのご紹介をして、はい、コメント確認して店じまいしたいと思います、はい、VTR どうぞ。ジャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社三洋ホーム様の提供でお届けいたしました。はい、戻ってきました。コメントは大丈夫かな。大丈夫かな。もうね、最高トークにね、対応できるようになりたい。いやもうこれ、もう80個あるから。今後もずっと使われる。あ、70個か。そう、じゃあ他の曜日レギュラーにもお願いしますよ。そうするとね、ネタがなくなっちゃうから。ゲストさんがいなくて、ね、VTR がない時に、あのね、いいんじゃないですか。いいですね、こんな感じで。ごきげんよう。ね、はい、
あっという間にお時間となってしまいましたが、はい、本日はゲストさんいない中、はい、頑張りましたね。そうですね。皆さんがねコメントくれたから皆さんのおかげでございました。ありがとうございます。そういう方がね、ちゃんみおさん花見しながら宴会しましょうって。もういいよ、そこがちっちゃうから。え、いいよ、軽いね。いいよ、牛くんに来てくればいいよ。場所取りしていって。そうですね、あのこれやってますってお酒とか用意してくれればね。そうだけでね、全部用意してあったらなおいいね。なおいいね。なおいいそうです。ちょっとテンション上がってきた。はい、ということで、はい、皆さん今日も見てくださってコメントくださってスタジオに遊びに来てくださってありがとうございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。それではバイバーイ。